ジオバニーウルシェラ・サルセドは、コロンビアのボリーバル県カルタヘナ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のニューヨークヤンキース所属。愛称及び2018年シーズンからの登録名は、ジオ。アメリカで活躍していることから、生は、英語読みのアーシェラと表記されることもある。クリーブランド・インディアンス時代2008年7月に、クリーブランド・インディアンスと契約を結んで、 プロ入り。2009年は、まず参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグインディアンスでプレーした。ここでは、27試合に出場して打率、269、1本塁打二24打点、29九安打を記録した。その後、渡米して、ルーキー級アリゾナリーグインディアンスでプレーした。ここでは、32試合に出場して打率、257、11打点、 27アンダーを記録した。2010年は年間を通じて A-9 マホーニングバレースクラッパーズでプレーした。この年は58試合に出場して打率293本塁打35打点64アンダーを記録した。2011年は年間を通じて A 級レイクカウンティキャプテンズでプレーした。この年は 126試合に出場して打率、238、9本打四46打点、120アンダを記録した。2012年は年間を通じて A 級カロライナマドキャッツでプレーした。この年は、114試合に出場して打率、278、14本打五59打点、122アンダを記録した。オフの十一月に開催された第三回。 ワールドベースボールクラシック予選のコロンビア代表に選出された。2013年は年間を通じて AA 級アクロンエアロズでプレーした。この年は116試合に出場して打率278本塁打43打点120安打を記録した。2014年はまず AA 級アクロンラバーダックスでプレーした。ここでは 24試合に出場して打率、305本類打19打点、27アンダーを記録した。その後、トリプル A 級コロンバスクリッパーズへ昇格した。ここでは、104試合に出場して打率、276、13本類六65打点、109アンダーを記録した。 オフの11月21日にルール5ドラフトで指名されることを回避するために40人枠に登録された。2015年6月8日にメジャー初昇格を果たし、翌9日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。11日の同カードではメジャー初安打と初本塁打を放った。以後、サンルイのレギュラーに定着して81試合に出場。しかし打率。 225、六22本塁打、21打点に終わった。2016年はメジャーでの出場機会はなかった。マイナーのトリプル A 級コロンバスでは117試合に出場して打率。274、八本塁打、57打点、オプス0.674という成績を記録。守備面では104試合で守った三塁で9失策。守備率、970を記録したほか。 5試合で遊撃守備にもついた。2017年開幕前の2月8日に第4回 WBC 本戦のコロンビア代表に選出された。シーズンでは2年ぶりにメジャーに昇格したが、ショーン・アームストロングの昇格に伴い、オプションでマイナーに降格した。しかし、ライアン・メリットと入れ替わる形でメジャーに再昇格した。その後、降格したが、7月9日に、 ジェイソン・キプニスの離脱に伴い、再度メジャーに昇格した。この年は67試合に出場して打率。224、1本塁打、15打点を記録した。2018年5月4日に、ィーフとなった。2018年5月9日に後日発表選手とのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。移籍後は19試合に出場して打率。 233、1本類打、3打点を記録した。6月26日に、ィーフとなり、7月3日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ配属された。2018年8月4日に、金銭トレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍し、参加のトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースへ配属された。この年、 トリプル A 級では3球団合計で62試合に出場し、打率286.2本類が24打点などを記録した。2019年の開幕はトリプル A 級スクラントンウィルクスバリで迎えたが4月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ミゲル・アンデハーの故障離脱に伴い三類種のレギュラーに定着し、 132試合に出場し、規定打席には届かなかったものの打率、314.21本類が74打点の好成績を上げ、飛躍の1年となった。2020年は60試合制で43試合に出場し、打撃では規定打席には届かなかったものの打率、298.6本類が30打点などの好成績を記録した。 守備では三塁一種のみに専念し一失策で、守備率992は三塁一種としてのシーズン、歴代最高記録を更新した。クリーブランド・インディアンスとのワイルドカードシリーズ第2戦で、満塁本塁打を記録するなど、地区シリーズ進出に貢献した。9月4日には、右ひーチの国局で負傷者リストに登録されていたが、オフの12月に、右ひいちの骨片の除去手術を受け、 全治3ヶ月と見込まれている。ありがとうございます。